オブジェクト図の例統一モデリング言語のオブジェクト図は特定の時点でのモデル化されたシステムの構造の完全なビューまたは部分的なビューを示す図です統一モデリング言語ではオブジェクト図は特定のオブジェクトと属性のセットおよびこれらのインスタンス間のリンクに焦点を当てていますオブジェクト図の相関セットはシステムの任意のビューが時間の経過とと,ともに どのように進化すると予想されるかについての洞察を提供します。初期のアンル仕様では、オブジェクト図は次のように説明されています。最新のアンル2.5仕様では、オブジェクト図を明示的に定義していませんが、分類子のインスタンスの表記法を提供しています。オブジェクト図とクラス図は密接に関連しており、ほぼ同じ表記法を使用しています。どちらの図も、 システムの性的構造を視覚化することを目的としています。クラス図がクラスを表現するのに対して、オブジェクト図はクラスのインスタンスを表現します。オブジェクト図はクラス図よりも具体的です。オブジェクト図はクラスの実例を提供したり、クラス図のテストケースとして使われたりします。モデルのうち現在関心のある側面のみがオブジェクト図に表示されます。 オブジェクト図の各オブジェクトとリンクはインスタンススペシフィケーションで表されます。これによりオブジェクトの分類子とインスタンス名およびスロットを使用した属性やその他の構造的特徴を表示できます。各スロットは単一の属性または機能に対応しそのエンティティの値を含めることができます。インスタンス仕様の名前はオプションでインスタンス名、区切り文字、 およびオプションでコンまで区切られた一つ以上の分類指名を示します。スロットの内容は、もしあれば、名前の下の別の属性コンパートメントに含まれています。リンクは実践で示され、関連付けのインスタンスを表します。n イコールに、f イコール0、および f イコール1の場合、f イコール0、1イコール1となる。フィボナッチ数列の生成を、 モデル化する方法を例として考える。右側の最初のアンルオブジェクト図では、インスタンス仕様の左端のインスタンスは、V1 という名前で、分類子として、インディペンデントベリアブルを持ち、フィブノックシ,システム内で、N、N-2 というロールを果たし、値例のバル属性用のスロットを持っています。2番目のオブジェクトは、V2 という名前で、クラスインディペンデントベリアブルであり、 n-1 というロールを果たし、バルイコール1です。ディペンデントベリアブルオブジェクトは V3 という名前で N のロールを果たします。最上位のインスタンスは匿名インスタンスだが、分類子としてフィブナキシファイクションがあり、インスタンス名、ロールおよびスロットがある場合がありますが、ここには示されていません。この図には線で示されている3つの名前付きリンクも含まれています。 リンクはインスタンス間の関連を示しています。最初の反復後、n イコール 3,f イコール1、および f イコール1の場合、f イコール11イコール2となる。2番目の図では、少し後の時点を示し、インディペンデントベリアブルオブジェクトとディペンデントベリアブルオブジェクトは同じですが、バル属性に対するスロットの値が異なっています。ロール名はここには表示されていません。 さらに数回繰り返した後、n イコール7、f イコール5、f イコール8の場合、f イコール5、8イコール13となる。最後のオブジェクト図は、さらに後のスナップショットを示し、同じ3つのオブジェクトが含まれています。それらのスロットは異なる値を持っています。インスタンス名とロール名はここには表示されていません。アンドモデリングツールを使用している場合は、通常、 クラス図などの他の種類の図を使用して、オブジェクト図を描画します。オブジェクトインスタンスは、インスタンス仕様、または単にインスタンスと呼ばれる場合があります。インスタンス間のリンクは、一般的にリンクと呼ばれます。集計記号や構成記号などの他のあるエンティティもオブジェクト図に表示される場合があります。ありがとうございます。